やっぱ男の子は女の子にモテてなんぼみたいなとこあるよね、絶対。なんか最近のこう世の中の事情的に、なんつうんだろう、なんかこう結婚するのはめんどくさいですとか、結婚しなくていいですみたいなのあるじゃん、今の時代。でもやっぱり結婚しないと寂しいよ多分。なんかもう40、50になってさ、家帰ってさ、ただいまって言って家帰って一人は寂しいよ絶対。周りの友達もなんだかんだ結婚したりとかして、子供ができて子供の話をし始めて、でも自分はもういろいろ手遅れで、結婚なんてできるわけないし、ましてや彼女を作るなんて今から厳しいよみたいな感じになっちゃう。結婚したくない派です。あ、ちなみに俺もね、結婚したくない派だった。しなくていいと思ってたマジで。でもなんか絶対ぜ、まあぜ、ね、難しいな。なんかマジでその年取った時に、今だったら友達がいるから私何とも思わないし、なんかこうやるにも付き合いみたいのがあるからいいかもしんないけど、やっぱ年取ってくると変わるよ。なんか自分若くないし、それも若くないなみたいな、若くないから、やっぱおじさんになってきて、おじさんとかおばさんになってきて、いろいろ環境が変わってきてきた時に、あ、やべ、もう取り返しつかないじゃんってなっちゃうからな。普通に今から、あ、結婚したいと思っても、あ、でも付き合ったこともないしみたいな、そう、そういう人ね、人、いい人がいないみたいなやつね。でもいい人がいないっていうのもさ、あれじゃない、結局それって付き合ってみなきゃ分かんなくない、その人の何を知ってるんだお前はみたいな話になってこない、わかる、俺と言いたいこと。わかんない、もしかしたらクラスの席の、わかんない、いるか男子校かもしんないけど、クラスの席の隣の子が実はみたいな性格だったりするかも。実はお前はその子の何を知ってるんだっていう感じじゃない。だから結局さ、なんかそういうのってさ、いい人がいればねみたいなこと言うけどさ、いい人を見つけようともしてないし、そういう経験値もないわけじゃん。それがでも年取ってから、じゃあその経験値積んでいざ探そうとしても、それまでの経験値とかも全くないし、お、あの恐竜強そうってなったらねえって思うんですよ俺は。別に付き合う必要はないと思うけど、女の子と遊んだりとか、女の子、まあ、試しに付き合ってみるとか、結婚願望なくてもそういうのって絶対した方がいいと思うけど、俺はね、結婚するしないじゃなくて、経験として絶対積んでおいた方がいいことだと思う。若いうちにしかできないことだし、高校時代、中学時代そういうのなかったなって思うんだったら、とりあえず大学とかになった時にちょっとやってみるとかありだと思うけど、サークルで女の子と飲みに行くとか、とりあえず女の子がいそうなとこ行って女の子と絡んでみるね。でマジで俺でも俺これガチでそれ思う。あの、結婚したくない、だからみんな結婚したらそんな思ってないよ誰も。結婚とか絶対しなくていいかなみたいな。なんか実際俺がそのタイプの人だったし、なんか俺と俺と同い年でさ、友達とかがさ、彼女とかいなくて結婚してないってなるとさ、え、どうすんだろうみたいな。結婚する気あるってなったら、したいねって言ってる時に、これどうすんだろうとかめっちゃ思うもんな。俺今こいつと俺が同じ状況だとして、俺結婚とか絶対できねえわ、無理だわって思っちゃうもん。どうやって女の子と出会えばいいんだろうとか、どうやってそこまでの関係築き上げればいいんだろう、もうだって30超えてるしなみたいなさ。本当にね、年取ると積極臭くなって嫌ですね。でもマジで将来になったらマジで知ってるかもしれんよ、まあ、ずっと思わないかもしれないしね、結婚とかしてんくてええわ思うかもしれないけど、したくなった時に手遅れになっちゃうからな。何事もなんかさ、勉強とかもそうじゃん、勉強しなさいみたいな。別に何て言うんだろう、将来役に立つか役に立たないかは別として、勉強しとけば職業の選択の幅って広がるじゃん。なんかそれと一緒な気がする。別にしないならしなくてもいいけど、いざしたくなった時にできないってなったらやばいじゃん。あー、あの時しとけばよかったな、せめて。なんであの時、なんで彼女作った方がいいよって言われた時に俺何もしなかったんだろうみたいなの思っちゃいそうじゃない。別になんかいい人が いなかったらそれはそれでまあ別にいいわけだし、勉強は意味ないっしょ正直。勉強意味ないこと、意味ないことはないけど、勉強自体に意味ないんじゃない、勉強したってことに意味があるような気がする。
学歴だから結局。それ医者とかになったらその知識を生かすわけだからさ、あれだけど、別に高校の数学を何かに使うかって言ったら別に使わんやん。そういう意味での意味がないっていう話っすよ。